田川氏の石炭記念公園内にある炭鉱節発祥の地の非炭鉱節は福岡県に伝わる民謡である。現在の田川氏が発祥と言われる。もともとは炭鉱労働者によって歌われた民謡を、伊田城田先端歌が原曲でガツが出た、出た月が出た、よいよいのフレーズで知られる。もともとは 盆踊り歌ではなかったものの、戦後全国的に流行してからは、伝統的な盆句説などにとって変わって、盆踊り歌として歌われるようになり、現在では、盆踊りの最もスタンダードな楽曲として全国に広く浸透している。この曲は、もともとは春夏だったとも言われる。日本の歌第一集明治大正 P221 によれば、何話説から派生した、続曲、 奈良丸崩しの三番の歌詞、月が出た、出た月が出た、セメント会社の上に出た、東京にあ煙突が多いから、佐ぞやお月様けむたかろは、東京、江東区での煙突が並ぶ風景を歌い、後の炭鉱説の元となった。1950年に定築レコードから発売された、ビチアツ、炭鉱説の SP レコード対象期にはすでに、奈良丸崩しの長期的な流行により、歌詞、 ガツが出た出たには馴染みがあるものとなっていた。戦前に座敷歌のレコードが発売されてから、東京方面で単行説が流行するようになり、節回しが変化して現在盆踊りでよく歌われる単行説になった。1948年11月には、コロンビアレコードで赤坂小梅、ポリドールレコードで日本橋君坂へ、定畜レコードでビチアツ、 キングレコードで、オトマルが単行説をレコードに吹き込んだが、赤坂小梅のみが、座敷歌の節回しであり、あとの三人は、流行歌の節回しで歌っている。各社ともレコードは、大ヒットし、当時の傾斜生産方式による、石炭造産の風潮もあって知名度が高まった。単紅が、総評の基幹労組だった、昭和30年代には、春闘で単紅幹部が、 断交のため上京して、夜の銀座のバーに乗り込むと、ジャズやワルツの演奏を止めて単交説を演奏したという逸話がある。さらに単交説を元にした、新体交説、サラサラ単交説、ガツが出た出たという歌謡曲も作られ、いずれも、久保幸恵や霧島のによって歌われヒットしている。単交説が大流行する中で、一部の出版物や歌詞カードに語気があったことから、 福岡県大牟田市の三井三池炭鉱で生まれたという誤解が広がった。また、伊田町と後藤寺町との間で、どちらの炭鉱説が元祖かという論争も加熱した。この論争は、伊田が元祖だということで一応は、決着がついている。貸し中の煙突は、現在も田川石炭記念公園に保存されている、三井田川炭鉱の日本煙突のことと言われている。 全国各地の盆踊りでのスタンダードとなっているものは、鈴木正夫の歌ったものが、各地の自治会の間などでのカセットテープによるダビングであるケースが多い。福岡県地区法では、三橋道也の歌うものが演奏され、夏祭りの最後を飾る。また、プロ野球の埼玉西武ライオンズは、全身が福岡に、本拠地を置く、西鉄ライオンズだったため、 現在でも単行説をチームが勝利した際に応援団が演奏する。なお、単行説の発祥については、地区法地域以外にも諸説ある。ありがとうございます。